はい、夕方に来ました。また海は綺麗ですね。今日は南東の風だそうです。そりゃ綺麗になるね。釣りをしてる人もいますね。釣りしてる人なんて全然今まで冬の間いなかったけどね。海岸線はすごい綺麗です。軽石、でも今日若潮かな。全然海面はね、高さ変わんないんですよね。昨日からここのこの感じも変わってないね。ここまでも海が来てない。北東でたまるところなんですけど、まあもちろんここにもないですね。でここにたまってた軽石は流されてちょっとだけたまってますね。これね、これこの部分がね。溜まってませんね。ここにあった軽石、綺麗になってるね。隠れてないね。そこに沈んでるタイプの軽石もないね。やっぱ海が来たところはすげえ綺麗になってますね。上の方の軽石も結構なくなってる？取ってくれたのかな、これは。取ってくれてる？もっとあったような気がしますね、ここはね。ここ浮かんでますね。ここ浮かんでるね。南東でここに浮かぶかな。今、水が上がってきたんで、ここにあるやつが、海に戻っただけですよね。でこれから南東が吹いてきたら多分なくなると思います。あそこに溜まってるね。溜まってますね。まあでもここに残ってた軽石がまた浮かんでるっていうだけですね、これはね。また潮が上がってきたら流されていくと思います。よし、じゃあ写真を撮りましょう。西側から真ん中に戻ってきて、さらに東側に行くんですけど、まあ綺麗ですよね。安定してクリアな水がずっとあります。このまま大潮になれば一発で軽石全部なくなっちゃうんだけどな。
もうそろそろなくなってもいいんじゃない、北風も終わりだし、綺麗ですね。これぐらいだったら全然いいよね。軽石がうっすらとあるぐらいで。まあ、ずっとここ2日3日気になってる沈んでたタイプの軽石っていうのはもうなんか全然ないんだけど、水があるところにあるのかな。この辺にもあったと思うんですけどね。ちょっと僕も記憶が定かじゃないです。これ何島なの？歩きながら風が前から来るんだけど、本当に何島なのかな。何島じゃないような気がします。東風なんじゃない、そんな気がします。この辺軽石が昨日とあんま変わってない状態ですね。ここ東風だったらこんなところ流されていくんですけど、全然流されていってなくて溜まってるな。まあそんだけ水が上に上がってきてないっていうことなんだろうけどね。はい、じゃあちょっと写真を撮ります。向こうにね人がいるんで、ね、なんか東の方はねあんまり撮れない。これぐらいでいいかな。